A research group at the Tokyo Institute of Technology is developing a system that quickly creates 3D spatial data from photos taken with a digital camera. 一般的なデジタルカメラで画像を撮影します。でこのデジタルカメラに iFi カードを搭載しておきまして、画像を PC に無線で転送します。そうしますと、無線で、転送された画像を使ってどんどん 3D モデルを、作っていくというシステムです。で特徴としてはまず画像以外の情報は一切使わない、画像だけから 3D データを構成するということができます。ただそういったものは他の研究でもあります。ただ我々のこの特化している部分というのはオンラインである、つまり撮ってすぐ結果が見れるということが面白いところです。例えば撮影を撮りためて航空撮影とか何でもいいんですけれども、撮りためて後で処理しなければいけない、そうすると撮り直しにまた行かなければいけない、そういった手間があるんですけれども、我々の場合だともう、3次元計測が成功したかどうかその場で見えますので、足りなければ取り足せばいい、そういったことが、可能になっています。This system uses SFM or structure from motion, which estimates the 3D shape and camera position from several pictures of the same scene. To reproduce spatial position data, it repeatedly identifies and matches characteristic points between two pictures. The group has achieved an efficient 3D restoration method by detecting pictures that aren't suitable and doing overall optimization in line with the cumulative error.のっぺりした面というのは苦手なんですけれども、まあ、一般的にこう特徴が取れるような、まあ、こういうシーンですね、いわゆるであれば、どんなシーンでも構わないです。やはりこう面として表現したい、サーフェスを作りたいという要望がよあニーズも要望もありますので、まあ、そちらの部分今回のはまだまだ初期段階なので、こちらをもっと発展して、こちらもオンラインで、つまり撮影すると点だけじゃなくて面ができるようにしていきたいと思ってます。実はこの何の拘束条件もなく撮影して 3D の情報を計算するという事態、研究としてもチャレンジングで、まだその段階で何しろ3次元情報を得る基礎技術ですので、応用先は逆に皆様にこう見ていただけるとありがたいですね。 DIGINFO News